ゲストの皆様こんばんは。小田健、たけし？ずらだったんだ、たけしは。はい、びっくりですね。まあ知ってましたけども、本日もですね、この曇りなき眼、たけしがお届けしようかなと思ってるんですが、今日はですね、ちょっといつものたけしとは一味違います。皆さん、たけしパンマンです。狂気的なたけしパンマンです。はい、頭にパンという名のリーゼントがありますから。アンパンマンの場合は頭の中にあんが入っておりますが、たけしの場合はね、からです。すっからかんということでやっていこうかなと思います。はい、結構カオス、たけしお前オープニング挨拶中から奇跡起こしまくんなよ。はい、ということで今回もね、面白そうなステージやっていこうかなと思うんですが、いつもとね違うオービーをやっていこうかなと思います。オービーシリーズですね。で、何が違うかっていうと、下にバーあるじゃないですか。このバーをね、でかくすると、はい。モンスターじゃねえか、お前。怪獣になってるよ、これ。怪獣大戦争やります、これ。はい、こんな感じで、なんで小さくなったり大きくなったりできるかっていうと、カツラが全然進まないじゃん。何それ戻った。おかしい。一瞬千斗くんみたいになったぞ、たけし。角生えちゃったね。角の上に角生やしてどうすんの、お前。このオービーはですね、その小さくなったり大きくなったりをうまく利用してゴールを目指すみたいな感じのステージになっております。面白そうだよね。はい、じゃあ早速やっていこうかなと思います。行きましょう。と、その前に、この小さいたけしがとてもでかくなった姿が見たいという方、ぜひ高評価、チャンネル登録するとでかくなります。チャンネル登録ありがとう。では、いでよ、巨大たけし。でかすぎだよ。お前もか。よし、オッケー。こんな感じで。ちっちゃいね。東大受験生という名の日本兵さん、ちっちゃいね。はい。こういう風に小さくしていくこともできると。はい、いいですね。で、パン。目の前にパンみたいな足がありますね。はい、たけしの頭のパンも、いかがでしょうか。こんな感じで、進んでいこうかなと思います。なんかちょっとバグでたけしが今あのスケートリンクに立ってるかのように滑るんですよね。ちょっと待って、羽光りすぎだなこれ。ちょ、羽ちぎっていきます。ああ本日も散らばったトランスフォームが見れましたね。はい、ということで羽ちぎってきました。よし、じゃあ早速やっていきましょう。なんかマントが張り付いちゃってるんで背中に。大丈夫かな。はい、いろんな意味で大丈夫かなってところなんですが、やっていこうかなと思います。いろんな曇りなき眼が散っておりましたね。今ちょっと次は小さくなってじゃなくて大きくなって乗り越えてみましょうか。はい、目の前に先客いんな。ちょっとおどき、あ、ジャンプ力がそんなねえわ。じゃちょっとスプライトたけしを台にして。ありがとうスプライトたけし。で、こんな感じでいくのか。あー、すごい面白いね。向こう側小さくなってくぐって、ここは大きくなって乗り越えると。で、もう一回小さくなって上がっていきましょうか。いいですね、レインボー階段を上がって。さあさあ行きましょう。これはどこに行けばいいのかな。赤踏んじゃうと死んじゃいそうなんで、あ、やっぱそうだね。すっげー散らばりを散らばりサーカスじゃん。はい、最初からたけしプロペラになっちゃってんじゃん。さあ、ちょっと踏んでるんですけどね。なんででしょう。よし、オッケー。標準サイズとかで踏まないとセーブできてないみたいな。恐ろしいよ、その機能。一回でクリアとか無理でしょ、このOBは。はい。いい感じに、じゃあサイズを縮めてと。よし、これで上がっていきましょうか。うん。で、ちょっとセーブさせて頼むから。よし。はい。はい。危ない。はい。横向く方が僕的にはやりやすい。よし、オッケー。お邪魔よ、パンちゃん。よし、で、ここは棒か。そのでかさだったら散るよ、それは。うん。でも俺も散ったな。大丈夫、たけし。一瞬止まったね。なんで最初からやめてくれよ。気を取り直していきましょう。そい。オッケー。ここは小さくなって。小さくなりすぎるとスケートリンクたけしになるんで、カツラがおかしいんだよ、毎回。なんでだ。はい。ちょっと待って、どういうこと。なんか今視聴者さんのさ、肩の位置おかしい人いたんだけど。ちょっと待って、これ一回死ぬと最初からっていう鬼畜ゲーってことが今分かりました。はい、恐ろしいですね。クリアできるかな。うん、ちょっと頑張っていきましょう。よし、こんな感じでくぐってと。で、じゃあすごいジャンプ力、その小ささで。はい、
こんな感じで次は大きくして、よし、これで一気に乗り越えちゃおうか。はい、よーし、いいね。ここは大きいと死んじゃうんで、ちょっと小さくしましょう。よし、こんなもんかな。はい、通常モードで、よいしょ、よいしょ、あ、危なかったね、今。よいしょ、よいしょ、オーケー。はい、クリアしました。これクリックとかかな、下を。君邪魔だね。ちょっとここは、たけしのガタイがいいんで、小さくして、はい、カツラどうなってたの、今。こんな感じで。はぁ、まあ、右肩が触れちゃった。ごめんなさい。近っ。これさ、なんかバグかなんかで、セーブできてる方とできてない方がいるらしいですね。なんでセーブできてない方なの、たけし。よし、じゃあちょっとこのまま進んでいきましょうか。まあ、大丈夫っしょ。うん。いける気がする。はい。あー、これ俺苦手なんだよな。いける気がするって言った途端、苦手なコースが来ました。はい。こういうのはね、チャレンジです、皆さん。よし、OK。おー、いいね。みんな来てるかな。ここで巨大なたけしが待ってるよ。怖っ。何そのリーゼント。東京リベンジャーズとかに出てたかな、たけし。はい、東京リベンジャーズ面白いですよね。お、次はこれは迷路かな。なんで上にいんの、あの子は。ずるい。ちょっと僕は主観できます、ここはね。さらに鬼畜要素で、はい、上を見たら簡単だとは思うんですが、ちょっと暴走していきたいんでね。意外とね、でもこういうの俺、あ、やっぱり。運いいな。やめてくれ、マジで。パン、もう押すんじゃねえよ。ま、このマグマでフォンデュしてやろうか。よーし、よし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 。よーし、オッケー、いい感じ。さて、次は、ここは大きくなればいいのかな。そうすれば落ちなさそうだよね。うん。パンが待ってるね。はい。ちょっとパン邪魔ですよ。はい。あぶれあぶれあぶれ。死んだら最初からだよ、たけし。よいしょ。はあ。怖い。足が突き抜けてる。早く行ってよ、炎ヘッド君。よし。オッケー。いい感じじゃねえか。はい。あ、ここも大きくなっていっちゃった方が楽かな。ぽいね。よし、これで。はよかった。いいね。ただこれゲームになんねえな。いやー、小さくなろう。よし。これも主観で。ちょっと隙間あんじゃないこれ。いいね。結構ここ好きですね、このステージ。オービーは僕いろいろと昔からやってるんですが、うん。なかなか好きなステージです。あ、なるほど。これ歩いたところ消えてくんだ。了解。じゃああの子がいた、戻ってくんの、お前。危ないから。さっさと行きなさい。はい。私はここで死んじゃうとまた最初からになっちゃう。君なんか見たな。タイタニック号にいたよね、この子確か。ポテトくんが来たところで、このね、ジャーマンポテトみたいなパンが、どっちだ。ジャーマンポテトなのかパンなのか、どっちでもいいわ。はい。じゃあちょっとこれで登っていきましょうか。彼も行ったんで。ずーっとね、そこに留まってもみんな戻ってきちゃうんで。よし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 。いいぞいいぞどうぞ。階段の途中で戻ってきたりとかしないでよ、みんな。はい。フラグじゃないからね。クリでもないから。ダチョウクラブ的なノリでもないからね。こんな感じ。近い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 、怖いから。別々で行こうよ。ほら、そうなっちゃうんだよ。危ないんだから気をつけなさいよ。命がけのね、この螺旋階段なんで。螺旋、ですね。はい。よし、OK。え、待ってこれ。え、そう行くの？めっちゃ簡単じゃん。そして次はサメの口のトンネル。完全に胃袋に行くよね。危ない！ほら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 。危ないよ。死んだら最初からだからね。はい。頑張ります。あー、これ一直線や。危ない、危ない、危ない、危ない。ふぅ。死んだら最後。ちょっと頑張っていきましょう。皆さん。うまいじゃないか、君。よし、これやだな。マジか。せーの、はい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 。あ、いける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 。多分いける。この余裕ぶった感じで、俺はいける。よし、オッケー。あれ？クリアしたんじゃない？やったー！来たぜ。レインボー階段にちなんで、ちょっとレインボーのこのアイテムを取りましょうか。はい。バグで取れないですね。完全に、あー、アイテム範囲内された。あー、今更？すごい。急になったね、今。よかった、よかった。じゃあちょっとレインボー行きましょうか。はい。おー。これ皆さんに多分見えてないですよ。やったぜ。
あーすごい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 。どうなってんのたけし、それ巨大化してさ、この足場を出したらこんなになっちゃった。ちょっと今ダークウェブみたいな状況になんなかった？なんか顎からブロックが出てくんだよね。死んじゃったらこれ最後でしょどうせ。うわーこれやばいって。よくクリアできたの俺。はい、ということで、やめろ。セーラー服たけし、俺をまたぐな。はい、今回ですね、セーラー服たけし、服が面白いことになってんじゃん。たけしとのツーショットやめろ、お前。これなんだっけ、首長くするところのツーショットだっけ。はい、ちょっと別サーバーに今飛んでるんですが、これ巨大化したらさ、あれ違う、巨大化して一気にゴールできないかなっていうのをね、今ちょっとやりたくて、はい。怖すぎだろ。なんでかっていうとね、巨大化した方がここをね、橋通っていけてたんです。いけるいける、あーちょっと待って、いけそうだ、怖っ。絶望だよ今。あ、いけてんだこっち。なんで、あの巨大なパーツだから、なんかどこかのたけしのどこかのパーツがセーブポイントに当たったんですかね。怖すぎだろ。よし、じゃあちょっとこれでいきましょうか。はい、なんかこのさ、 OB シリーズ1はちょっと大雑把というか、2と比べてね。はい、ここは赤い、あ、今触れたぞ、たけしの腕が触れたぞ。これいけるあ、いけてないわ。この端っこ、いけよ、何それ。どこが当たってさっきセーブできたんだろう。なんでちょっとその感じでね、進んでいこうかなと思ったんだけど、ちょっとここだけ飛ばしますか。はい、仕方ないな。はい、あれ散った状態でセーブできてた今。おかしいな、セーブできないのにな、ここ。はい、別サーバーに来たらセーブができるようになったんで、はい。あ、ちょっとびっくりした今、最初からになってたよね一瞬。恐怖を感じんだよな時々。はい、ロブロックスってね、なんか課金して、その課金したステージがバグで消えたりすることがあるんで、ちょっと怖い点もありますよね。はい、なんかもうほんとゲームセンターでメダルゲームで遊ぶ感覚でこう課金しないとダメそうですね、ロブロックスは。ガチでやったらちょっと危なそう。あれ当たった、これもう通常サイズでも無理じゃない、ちょっとちっちゃめになんないと。たけしの羽が当たっちゃうんで、ただ一番ちっちゃいモードだとね、これ滑っちゃうんで、なんでそんなスケートリンクになってんだよ。ミニサイズになったらなんでスケート靴履くの、これいけるの、あれ無理じゃん、羽やっぱ邪魔だな。よし、 OK。 はい、ではここに来ました。このでかいモードでいきましょう。簡単だな、圧倒的ズルができんじゃねえか、ここのステージは。セーブはできない時はあるわ、ここは登れちゃうわで、ガバガバな部分多いな。はい、もうこの辺からよいしょ、いけるんだ。マグマの意味何なんだよ。最後だけ判定あったぞ。はい、アンパンマンたけしにちょっと戻りました。こちらのステージはですね、先ほどのセカンドステージになります。ではやっていきましょう。はい、またこんな感じで、もうセーブはあってくれよ、頼むから。はい、結構長えな、そこがセーブポイントか。よし、 OK、 いいですね。はい、これセーブされたかな、ちゃんと。されてないっていう落ちやめて、パン、今危なかった、パン横入りしてくんな、ちょっと待てよ。よし、 OK、 いいですね。結構ね得意なんですよ OB。 はい、って言ったと楽しかったね今。よし、でここは小さくして、あー、いいねいいねいいね、楽しい。あ、でジャンプ力意外とある。2回目、よし。はい、でここでセーブと。この子も視聴者さんかな。はい、あ、このサイズだと上がれないんだ。はい、では行きましょうか皆さん、本日の挙手先生。はーい、さあ登っていきましょう。で、何それ、めっちゃ面白いじゃん今の。ちょっとさ、今の状態でちょっとでかくなった状態、それで、滑ったらどうなんだろう。よいしょ。ヒーローやめろ。ああ、よかった。これセーブされてるわ。
はい、じゃあ次行きましょうか。ここは大きくなって向こうとか壁を乗り越えるんだ。よし、 OK、 では参りましょう。よし、いけ、頑張れ。あどき、たけしに譲る精神ください。待って、これ乗り越えるんじゃなくて多分小さくなってくぐる。おい、何してくれてんだ。はい、ずいぶんと長いこと飛んでるんです。あ、やっぱ落ちてたんだ。よし、じゃあちょっとこの人たちの頭を借りてと。で、この辺で一回小さくなろう。シュー、はい、これでくぐればいいのかな。はい、ちょっとさっき吹き飛ばされたんで僕も、よし急にでかくなるとなんか吹き飛ぶんですよ。はい、よし、 OK、 今リーゼント当たったよね。はい、では次行きましょう。運試しですね、こっからか。はい、で次は同じ、テイテイ、こう行って、次はこれかな。あれ、こう行ってそこね、 OK、 危な、めっちゃ危なかった今。はい、でここ行けばいいのね。ありがとう、教えてくれたんだね、優しいね。はい、ただたけしに教えなくていいですよ大丈夫かお前壁に張り付き虫になってんじゃんはい、ちょっとこれ今最初のポイント分かっちゃったんで、見ないときます。アンパンマン、新しい顔よ元気100倍たけしいや、ちょ自分でやっといてすごい笑っちゃっただってもうまんまじゃん、某あんの入ったパンになりますよね、こういう風にぐる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 、でって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 よし、じゃあ行こう。はい、次どこ行くんだ、これ黄色かな。あ、合ってる、見てないからね俺。次は赤、ああ新しい顔を求む。さて再チャレンジ、青行って次は黄色、びっくりした、黄色だよね。はい、確認できました。次は青だ、青にしましょう。はい、じゃあ何してんのお前多分僕緑だと思うんですよ。あれお前たちそこにいたじゃん、何だったんだよ。こっからか、もういいし俺正規ルートなんか行かない、こうやっていく行けそうだったな今 , 笑って手元狂ったけどいけそうだった。いや、よくない、ちょっと普通にこれでいきましょう。はい、こうやって次はもう一回青じゃない、来た、で最後、また青な気がする、やっぱり来たぜ来たぜ。次これ何、ちょっとでかくなって登ってみようか。はい、よし、これ登れるかなこの状態で。登れないね、あーでもいけそういけた。おい、視聴者さんにのんなたけし。はい、目の前にレーザーがあるんで気をつけていきましょう。じゃあこれで、よし、 OK、 はい、危ない、ちぎれるとこだったな。で次こっち、はい、お、この子も何度か見てるぞ。はい、で、あれ、ちょっと待って、今木の板乗ったよね、そういうこともあるんだ。はい、あ、なるほど、時間経過してなくなるんだ。あー、なくなるというか落ちてんのか。はい、じゃあこうやっていかないといけないんでね、うんうん、 OK、 長いこと乗ってっちゃダメと、うん、はい、で、これをどうすんのはい、いいから、見えないブロックがあんのかな、あ、ぽいですね、なるほど、いいじゃん、面白いねこれ。はい、なんで飛んでんだお前、あ、クリアしたのかな、あ、でじゃあ危ねこれどうやって出すの、え、これちょっと待たないといけないのかな、手前で少し待って出すみたいな。え、何それむずないこれ、時間か、時間内に行かないといけないんだ。うわ、すげえこれ、よくできてんじゃん。はい、で、あー、え、たけしすごい、新しい顔よじゃなくて新しい体よやられたのかな、めっちゃ体が回ってたじゃん。はい、じゃあちょっと気を取り直して、新しい体も手にしたからね、うん、ゴキブリみたいな動きすんな。はい、じゃあちょっとこれでいきましょうか。よーし、いけたいけた、あぶねー。はい、次は緑を踏むのかな。はい、あれ、今グレー踏んだよねたけし。よし、どんどんいっちゃいましょう。これ大きくなってそのままいっちゃってもいいかなと思ったんですけど、どうですかね。はい、これでいきましょうか
ゲーム、あれ怖っ。ゲームなんねえよと思ったら怖っ。じゃあ行きましょうか。はい、でかいままで。この状態でジャンプね。はい、一応乗れてんのかな、うん、あれズラが、ズラだけ遠ざかるねん。はい、やっぱこれで行った方が良さそうですね。よし、OK。いいじゃん、面白いね、ここのステージ。はい。で、これはこの方はなんで散っちゃったの、まこさん。はい。で、緑行って、なるほど、なるほど。こうやっていけばいいのね。大丈夫かいや、いいね。結構簡単だった。はい、ということで、簡単な理由はまあ分かるんですけど、セーブポイントですよね。セーブがあるから簡単にできたって感じている、最初の闇。最初、セーブ機能つけてよ。なんだったの、あれ。再びドラえもんたけし。では、ここで巨大、あれ顔赤いよ。ゆでだこになってんじゃん。巨大化ダメかな、ここ。2の方が当たり判定厳しい。あー、やっぱ、2の方がしっかりできてるね。かわいい。よし、じゃあここまでとりあえず来たんで、こっから巨大化になって、よし。あ、いける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 。巨大になったら簡単だ。あ、でもここはいけないか。あ、いけなそうだね。尻尾がかわいいな。なになになにそれ。ちょ、震えないでくれる？グレイテスト2種のカナ現象が起きましたね。で、またここででかくなる。でかっ滑稽な姿を披露すんじゃないよ。よし、ここはランダムゾーンなんだけど、これ大体いけちゃうよね。でかくなった方が簡単じゃねえか。ごめんな、誰か落としちゃったかもしんねえ。申し訳ねえ。ちょっと、あれ、ここはダメです。あ、そうそう、頭だけ通過した。ささ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 さ、サーバー変えたんで海外の人が多いからか、あれですね、視聴者さんいなくなっちゃいましたね。よし、うん、この辺でいいかな。はい、やっぱ大きくなると簡単ですね。なんなのこれ。うん、ここもスーっていけちゃうもん、ほら、すごいな。はい、ということで本日2つのね、この、自分のね大きさを変えられる OB シリーズ実況プレイしてきました。この動画、そしてね、他のね、ロブロックスのぶっ飛んだステージ、おバカなステージ、ホラーステージ、どんどん見たいという方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた。ゴール地点がとんでもねえことになってんじゃん。地獄だこれ。たけし、新しい顔よ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。